神戸市内の商業施設で陸上自衛隊による装備品の展示会が開かれ、機動戦闘車などが一般公開されました。神戸市東灘区の商業施設サンシャインワーフ神戸で開かれたディフェンスモーターフェスティバル、自衛隊の活動を広く知ってもらおうと企画されました。会場には全長およそ 8.5 メートル、最高速度およそ100キロで走行可能なヒトロク式機動戦闘車が登場。駐屯地以外で兵庫県内で公開されたのは今回が初めてで、その姿を一目見ようと多くの人が訪れました。また隊員が実際に乗り込み砲塔を旋回させるデモンストレーションも行われ、訪れた人は貴重な瞬間をカメラに収めていました。楽しいですか？楽しいですか？楽しいですわ。友達に教えてもらって車が好きなので行きたいって言われたんで連れてきました。これで災害の現場行ったり国守ったりしてくれてんねんなっていうのは実感できました。すごいね、迫力あるね。なんかやっぱり陸上自衛隊もそうやし、海上自衛隊もそうやし、音楽会とかやってますでしょ。あんな応募して見に行ったりとかもねしてるんですよ。ちょっとだから今日楽しみに来ました。このほか会場ではグッズの販売や制服の貸し出しが行われ、子どもたちが記念撮影をして楽しんでいました。